ハワイのオアフ島にあるドールパイナップルプランテーションドールパイナップルプランテーション内のパイナップル畑ドールパイナップルプランテーションの前提になるパイナップルドールフードカンパニーはアメリカ合衆国の多国籍農業、食品企業、通商ドール、果物、野菜、特にバナナやパイナップルなどの生産、販売を手掛けている1851年キャッスルクック社として設立。 ドールの名は1968年に九州合併したハワイアンパイナップル社の商標で1991年より社名となった。なお、現存するキャッスルクック社は1995年に不動産管理のために分社された別法人である。サミュエル・ノース・ラップ・キャッスルとエーモス・スター・クックがホノルルに商事会社、キャッスルクック社を設立。 ユニテリアン主義の宣教師の息子として1877年にマサチューセッツ州ジャメーカプレーンに生まれたジェームズ・ドールは1899年にハーバード大学から農学と経営学の学士号を取得した後、いとこのサンフォード・ドールが大統領を務めていたハワイ共和国に移住した。ジェームズ・ドールはオアフ島の中央部の平野に農園を開き、1901年に ハイアンパイナップル社を創業した。彼は、ホノルル港近くに工場を建設し、最新鋭の農業機械購入やらない島、マウイ島での農園開設で、パイナップル用と呼ばれるまでになった。ハイアンパイナップル社は1932年、ハワイでビッグファイブと呼ばれる後大佐東キび農園主の一つ、キャッスルクック社に、株式の21%を取得され、 1961年には完全に買収された。キャッスルクック社は、ラナイ等の95%を占める所有地を、はじめとして、世界中に農園を築いた。1964年、全米2位のバナナ輸入業者スタンダードフルーツ社の株式の55%を取得、1968年100%取得した。 この会社は1967年には日本向けバナナの生産会社スタンフィルコ社をフィリピンのミンダネオ島に設立した。1978年カリフォルニアのレタスセロリ生産大手のバット社を取得し、1989年にドールフレッシュベジタブルズとした。1970年代以降ハワイの農業衰退で経営難に陥り、合併の1991年に ドールフードカンパニーインクと解明した。2012年5月2日、キャッスルクック社の管理するラナイ島の農場のほとんどがラリー・エリソンに売却された。2013年4月1日、アジアにおける青果物事業とグローバル展開する加工食品事業が伊藤中商寺に売却された。ドールブランドでは様々な加工食品も製造販売されている。また、アジア事業も同時に、 伊藤中商寺に売却された。事業売却前のドール社は、世界各地の90カ国以上に拠点を持っていたが、現在のドール社の事業エリアは主に、北米と欧州である。株式会社ドールは、米ドール社のかつての日本法人で、現在は、伊藤中商寺グループのドール、インターナショナルホールディングズ参加の企業である。本社所在地は、 東京都千代田区三番町六の二三番町屋よい館。1965年、ドール日本支社として創業。1982年12月28日に、日本法人として、株式会社ドール設立。ただし、2012年9月22日から2013年10月までは、合同会社ドールだった。2013年4月1日の事業売却により、伊藤忠商事に売却された。 かつては、雪印乳業と提携し、果汁飲料やアイスクリーム加工品を製造、販売する合弁企業を設立していたが、雪印グループの一連の不祥事を契機として2002年に提携関係を解消した。現在は、以下の企業がドール製品を販売している。これらのほか、一部は直轄事業になっている。日本におけるドールロゴの登録商標権は、 シンガポールのドールアジアホールディングスが保有している。ありがとうございます。